リームはまあその自分で曲書いてる時にまあ夜中に広くない狭いアパートの一室で曲を書いてて、まあこの暮らしからなんか抜け出してやりたいとか、あの上に上がっていきたいっていう思いももちろんなんですけど、それよりもなんか今こうやって自分のために動いてくれてる人とか力を貸してくれてる人たちに対してなんかこう恩返しじゃないですけど、自分が有名になることがまあ恩返しになるんじゃないかなっていう考えになって、自分の夢でもありながら多分なんか人が夢を乗せてくれてる部分もあるんで、それを込みでドリームっていうタイトルにして、で結構分数も短い曲なんですけど、まあ結構自分なりにはいろんな思いがあのこもってる曲ではありますね。ひっついたら走り出せ、気取るなビッチ、手に入れるもの一つじゃねえ、だったらもっと目に目にもう走り出せビッチ。